こんにちは。今日はね、俺の新しいテントをね、買ったんですけど、9999円で、めっちゃコンパクトで、いいなと思って、買いましたね。ワンティグリスっていうね、会社のね、テントです。まずこれを開封すると、このテントの本体と、あとこれね、アルミのペグが10本とガイラインが4つ入ってます。でワンポールテントなんですけど、ポールは付属してなくて、一応僕登山やんないんですけど、なぜかトレッキングポール持ってるんで、衝動買いし買ったやつがあるんで、これでちょっと立ててみたいと思います。簡単でしたね。でも周りにペグ打って、真ん中からあのポールを立てるだけでできますね。このベンチレートですね。でまあこれチャックに、ここはチャックになって、こう閉めることができて、もうこの前がちょっと前室みたいになってますね。インナーも一体になってて、開けるとこの中が入ってるみたいな、こんな感じです。うん、一人ならね全然余裕で、ギリギリ二人も行けますよねこれ。うん、で周りがメッシュになってるみたいですね。これ周りの下のとこね、そっか、風通しはあるってことですよね。なんか石とかで押さえちゃえばね、こう塞げますよね。で上にはランタンフックもついてます。ほんと簡単にできましたね。これでいいならね、いいっすね。いや、いい感じですよねこれ。なんでせっかく外来たんでね、今日もねキャンティーンでこいつでねラーメン作りたいんですけど、持ってきたのがこれね、マルタイ棒ラーメン。これ初めて食べますね。みんなよく食べるの見るんですけど、僕は初めてです。これキャンティーンでねこれ作ってみたいと思います。水を入れます。で火つけます。でしばらく待つと、沸いてきたんで丸太いきます。で入れます。スープと調味油がついてます。卵持ってきましたね。ネギも一緒に、はい、ネギ投入。で紅生姜持ってきました。入れていきます。ほんとストレート麺ですね。うん、なるほどなるほど、うまいうまい。うまいっすねこれ。あっさり系っすね。
ここまでストレートなのはインスタントでも珍しいですよね。うまいうまい。あと麺の長さはちょうどいい。うん、まあ、僕ストレート麺好きなんでね。食べやすい。うん、ネギと紅生姜も合いますね。なるほどね。麺がね、結構シコシコして美味しい。あぶれ。スープいってみます。ああ、中華屋さんのラーメンみたい。うん、中で力を蓄えてた卵、これおい、うまい、あっという間。もうね、この間秋だと思ったらもう冬ですからね。こんなこういうあったかいもんがうまい。おねぎでね、紅鮭買ってきました。うん、このラーメンスープと食べるおにぎりね、うん、うまい。自分で握ってくればいいんですけど、今日米なかったんで。景色も最高。ごちそうさまです。はい、じゃあそろそろ帰ろうかなと思いますね。いや、何よりね、設営が簡単でしたね。初めてのポルテントなんですけどね。まあ、インナーが一体になってるっていうのもあるでしょうけどね。素晴らしい。しかもコンパクトっていうね、いいっすねこれ。いいもん買いましたね。ご視聴ありがとうございました。